はい、みなちゃん、ゲームイズナウピロ風雲絵巻です。はい、皆さんこんにちは、しおです。というわけで、はい、風雲絵巻、これ新しいものが来ておりました。第の 6ですよ。すごいね。相当だよね、戦国シリーズ。なんで狙っていきたいなと思うんですけども、はい、まあ、全部今回どれも聞いてもいいので欲しいし、はい、まあ、直近で見るんであれば加藤清正はちょっと、清正欲しいですね。どっちかはね持っておきたい。非常にハマった時のあの慌て具合嫌ですよ。それもそうね、それもそうだし、神化はもう限定スペックだから、うん、ちょっとオーブ買って完全忘れた。はいはい、すいません。40連、まああとライブも今回かなりあるんで、うん、そっちも引いていくと思うんで、ね、めっちゃありますね、うん、40連引きます。いやー、なんか 神引きしねえかな。しみべ、でも前回大勝利でしたよね。うん、前回大勝利、いや大勝利ってわけでもないね。あ、そうです。結局ベテルギウス出てなかった。あ、そっかそっかそっか。リゲルが大勝利した。あ、そうだそうだ、2人ともそうでした、ね、お早い早いテンションがおかしい。ああ、俺一番欲しい。これでかくない？顎位置でかいね。でかくない？顎位置、はい、いや絵の話ね。あ、いわかるわかる。顎位置でかくない？なんかタイトでけえなこいつ。あ、徳エルもそう、狙ってこう。徳エルも顎位置だ。こいつ欲しいですね。どっちにしようかな。長弾の方なんか一回は使ってみたいですよね、うん、一旦ね。ランクもなんか使って面白そうだし、たまるじゃないですか。いい感じ。まだちょっと普通に引いて、でこれでかい。久しぶりにガチャ引く気がする。なんか感覚バグってんな。2週間ぶりとかで久しぶりなんだけど。でもそんな、確かに動画では引いてなかったよね最近ね。でもリアル引いてなかったですね。あ、マジ。はい、ベガもあの都会区なんかでポーンと10連なんか溜まったやつ入れたんで。消えます消えます。清正ね、え、あ、びっくりした。俺あいつだと思った。ウルス。今回緑色の子だと思った。利休さん、千の利休。そう、千の利休も安そう、いいんだよな。千の利休なんか髪が中途半端っすよね。めっちゃ可愛くてイラストすごくない？顔が。ジュピターを思い出した。俺この神川の千利休のイラストが、あのツイッターの僕のアイコンを描いてくれた上千代さんって方の、うん、なんかタッチになんか似てる気がするんですよね、顔とか。あ、マジ？はい。まあ絵のこと知らないですけど。出なかったんだけど。え？出ないんですけど。出ないんですけど。くれればテルマに言ってくださいよ。え、待って待って、マゴイチだけになっちゃう。ライブありますからね。さすがに今回ちょっともうちょい引くわ。さすがに今回もうちょい引くわ。でももうちょい引くわって時に出ないよね。え、マジ？入って、なんか準備ガンガンしてきた時っていつもさらってるじゃないですか。うん。俺もでも最悪マゴイチだけでもいいな。あ、違う、利休欲しいんだ俺。言えば全部欲しいんですけどね。うん、うん、今回ほんといい性能してる。してますね。特に孫一が分かります。はい、孫一。あと利休も欲しいっす。ほんほんほん。こいつは最悪いらないっすね。でも爆絶があるじゃないですか、うん、だからちょっと、だから全部欲しい。全部欲しい。結果孫一がちょっと欲しいのと、利休がやっぱ実用性すぐあるっていうのがあってね。遠い、うん、リドラ。リドラがすっごい遠く感じるすかね。なんかすぐ出るかな、うん、なんか出てほしいですよね。とりあえずね、はい、え、ヒプノス、ベテルギウス。あ、いらな。ヒプノスはね、マジ2体目欲しいんですよ。あとヒプノスとベディビアの2体目がすっごい欲しい今。1体ずつなんだ。1体ずつですね、両方とも。ヒプノス、ベディビア2体目と、あとアロンダイトが1体しかいないんで、2体目欲しいっていうのが、うんうん、この前図鑑見てて思った。アロンダイトもう片方できなくて。あ、待って、ローレライ高い。おっと、あーやばくない？なにこれ。どういうこと？ちょっと待って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 。
これやばくない、このこの2体なんかさ共通するものあるじゃないですか。これやばくない、下2体もなんか共通するものあるじゃないですか。下2体共通してるから、してるよね、同じ同期だから、これ同期ですよね、ラックも一緒っすよ、上もやばいじゃん、なんだこのなんかお題なんかわかるやばいっすよね、同類ガチャ、言葉にできないけど同類ガチャ引き超強くないですか。やばく、引きよの、どういう引きなの今、どういう引きなのか、どういうこと、セットガチャ、セットガチャ、同類セットガチャやばいね、同類セットガチャ、いや新規開放個性やばい、よし今の引きやべえな、あーすごい言える、はい、とりあえずマグオイチ引きのはでかいっすね、うん、マグオイチなんだかんだ1体でいいしね、はい、どっちもマジっすか、マジ、あどっちもそのおお、でもこれマグオイチ最悪3体でもいいかなと思ってるんで、あれ頼む、確定でか、急に流れ変わったな、さっきので、リキュー、リキュー、ノー、あでもマグオイチ重なる分には全然いいんですけどね、でもリキューも欲しいな、これ何？リキュー、これ線のリキュー出ます、残念ながら、マジこいつ出すぎ、こういう時の小次郎率よ、いや1って1さ、マジ小次郎やばいっすよね、こういう時のあいつも戦国、あ戦国、あ戦国、戦国、あ戦国なんや俺漢字のやつ全員戦国だと思ってるから、とりあえず戦国だよね、戦国だよね、武蔵とかだから漢字で刀とか持ってるやつは全員戦国だと思ってるから俺。意外と70連してんすよ。意外と70連してて今孫一2なんですよ。孫一出やすい。いやーリゲルシューしますけどね。うん、なんかそうだよね。だって絶対今回ダントツ当たりなんです。やった。リキュー。わあでも。まあ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 。え可愛いな清正進行前。2枚抜き。確かに可愛かったっすね今、うん、あドンキョーテ頼む最後リキュー、コンプあるかもね、あるかもしれないですね、久しぶりの動画内コンプ、まあライブでもちょっと引くから、だってマグイチにソニー体だもんな、おっバルバル、すごい今俺ねローレラマスタイそう、高くローラーマスタイ、ローラーマスタイ、ラック2だっけ、さっきさっき2でした、2か、はい、さっきの駅は鳥獣震災では出てこないよですね、高すぎ、高あの1体も混ぜた方がいいんじゃないかな、いや1なんですね、あれ90割れてるしあとはないか、まごちゃんが嬉しいですね、本体良かったね、本当に良かったこれ、教団友情ビット早く使ってみたいですね、これそれ使わないとちょっと分かんないですよね、ちょっと使ってみるか、まご1でこれでも相当今回注目されてるキャラではあると思う、使ってみたら出そう、これまご1、ちょっとまご1進化させよう、これですね、はい、遊撃欲しいですね、捨て高っ、は捨て高っ、マッチョだな、なんだこいつ、これ超強くない何これ、マッチョ、え、どういうことこれ、え、大丈夫なのこれ、まあでもこいつボス単体だと何もできねえな、こいつ自供がどんくらいなんですかね、それもねちょっと見てみ たいですね、使ってみた、これやりましょう、これ2体進化でいいや、はい、はい、というわけで戦国絵巻、はい、その6引いてまいりましたけれども、うん、でも普通に出たね、清正も出ましたね、うん、あ、清正も出ましたもんね、だから利休だけか、どっちも結局出なかったな、確かに利休が出なかったね、利休は欲しいね、できればね、うん、まあでも多分ね、うん、ライブがもう結構続きて、はい、あのその時にも引くと思いますんで、その辺で手に入れられたらいいかなとは思っております、はいはいはい、まあもしかしたら自分ちょっと来週爆裂前にちょっと清正自分も欲しいんで、あそうですね、持ったら動画で安心ですよね、うん、ライブできなかったら動画にしようかなと思っております、うん、はい、いやまあでも本当に毎回毎回戦国はねいい性能が出るんで本当に今回良かったです、はい、とか引けた人出なかった人ありましたらぜひよろしくお願いします、いやまあでも本当孫一
よかったっすねっていう人はチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回もゲームザラジオ4から送りました。名倉文明でした。白でした。こちらです。ありがとうございました。アカウントを量産して名後ろの動画に低評価をつけまくってやるぜ。やめてよー。